テックマ。テックマ研究所。皆さんこんにちは。テックマ研究所社長のレンチルです。今日もご視聴ありがとうございます。今日は夏休み自由研究第3弾というわけで、本日のテーマはこちらです。重さとスタミナをランク分けしました。今回は鉄コマのアタック力を数値化してみます。それではパパチュル君、早速測定してみましょう。プレートのない鉄コマ3つをお皿の中央に置き、1回のシュートでいくつお皿の外に弾き出せるかを測定します。これを5回繰り返し、合計いくつ弾き出せたかを比べてみたいと思います。最初はピンクストラッシュです。違いが出ましたね。アタック力の違いを数値化してみました。プッシュピンを使ったペッコマはお皿の上を暴れやすいので、やっぱり攻撃力が高い結果になりましたね。丸ピンを使った2つのペッコマもプッシュピンにすると結果が大きく変わりそうですね。ペッコマごとに違いがあって楽しいですね。次回はこれまでの研究結果をまとめてみます。ここで問題です。このビーズはどちらの手に隠れるでしょうか。どっちだどっちだどっちだ、ほい。正解はこちらです。わかったかな。今回もご視聴ありがとうございました。バイバイ。ペッコマ。チャンネル登録よろしくお願いします。